皆さんこんばんは、長谷川大二です。暑い日が続きますね。本当にビールが美味しくなった季節になると思います。今日は特に角番町に来てますけれども、料理が美味しいお店に今日は伺うことになっております。とても楽しみにしています。楽しく飲みましょう。お邪魔したのは米子市角番町レインボースリーの1階にあるジオ食堂。店主自慢の料理と一緒にお酒を楽しみます。それでは1杯目、生ビールいただきます。冷えてて美味しい。ありがとうございます。素敵な店ですね。ありがとうございます。なんかこんな店があると僕全然分からなかったです。もう本当に隠れ家でやらせてもらってます。やっぱり、はい、隠れてたんですね。ひっそりと。はい、これ今出てきました料理、はい、2つまず出てきましたけど、はい、不思議な料理が出てきましたけど、はい、まずそちらのこちらはエビフライがタルタル沼に半身浴という。はい。どうやって食べるんですか？もうそのままもう手で食べる。ブサホにもすくい上げていただければ。ああ、なるほど。いただきます。本当タルタルが美味しいですね。ありがとうございます。この上に乗っているものは何ですか？トビコっていう、トビコ、はい、はいはい、トビ用の卵ですね、はいはい、あ、そうですか、はい、これはご自分でお考えだった？そうですね、寝てる時夢でこうパッとその絵が出てきます、はい、そうでしょうね、はい、夢で出てくるような料理ですよこれ。でエビフライって言いますと大体ね、こう何かに立てかけてあるけど、はいはい、大体こう平たくなってる、大体寝てるもんですよね。そうですね、でも立っちゃいけない理由はないので、はい、そうですよね、はい、いやいやいや、なかなかこれはなんかそれこそビールのつまみにいいですよ。あ、そうですね、はい、それこそそのエビフライですくいながらそのタルタルととびこ食べてもらって、うん、はい、ね、ビールを飲んでもらって、はいはい、っていう方が多いですね。なるほどね、はい、これはだけどこう全部あれですよね、とびこも食べたとしても残りますよねこれ。あ、そうですね、そのままスプーンですくって食べられる方もいます。あと追加でバケットなんか頼まれて、うん、すくって乗せて食べられる方もおられますし、これはまた後の料理に使われる、はい、なるほどね。とびことタルタルって合うんですねこれ。意外と重いのがあったりするんですね、はい、美味しい美味しい。ありがとうございます。この唐揚げは、はい、自家製のうま塩唐揚げになってます。自家製、はい、どういうことですか？レモン塩のタレ、うん、自家製で作ったレモン塩のタレに、うん、鶏肉を漬け込んで揚げております、うん、あ、そうですか、はい、ちょっと早速、はい、レモンを絞っていただきます。唐揚げにビール、もうこれはもう黄金の組み合わせですよね、はい。柔らかいですね。あ、はい、塩がよく効いてる、美味しいですね。ありがとうございます、メニューについても、はい、工夫されてるんですか？そうですね、普通のものをちょっといかにしてちょっとこう変えて、うん、家庭でできそうなんだけど、はいはい、やってみると意外とできないみたいな。あ、そうですよね、はい、ついついこれを頼んでビール飲みたくなるっていう、ね、もうそこ その流れなんかも全部計算してそうですか、はい、これ来る前もやってらっしゃったわけですか？そうですね、主にイタリアンというか洋食を中心にあちこち
で修行させていただいて、はい、で思い立って2019年の10月に独立して1個で、あ、はい、2019年の10月、はい、あ、え、コロナ直前じゃないですか。そうですね、もうなんかオープンして年末超えて、じゃあ新しい年だわと思った時にはもうコロナの方が先に流行しちゃって、あら、まあ、はい、それはまたでもこの苦節3年というか、そうですね、大変でしたでしょ、特にまあこの朝日町っていうその、はい、まあ、飲み屋街ですんで、はい、どうしてもその避けられる方なんかが多いので、はい、なんか行きたいけどなかなかちょっとっていう方が多かったですね、うん、そうですよね、はい、でもようやく解禁といいますか、そうですね、おかげさまで最近ちょっとその予約なんかも増えてきてます、ね、あ、本当ですか、はい、よかったですね、はい、この料理は人を引く力がありますよね。 ありがとうございます、本当に、うん、いや美味しい、あれですよ、なんかこう入り口にあ のれんがありましたけど、はい、イタリアンバルということになってます、ね、そうですね、まあ、あの本格的な食事もできるし、はいはい、飲みながらこうやってあの、うん、アテなんかを食べていただいて、はいはい、いろんなシーンに合わせてご利用いただけるかなと思います。はい、じゃあこれは全部もうマスターのオリジナル。そうですね、全部オリジナルです ね、 ね、お店作りのこだわりとか、はい、料理のこだわりとかっていうのはあります？あ、そうです、店のこ雰囲気なんかでいうと、そのあのもうガチャガチャこう食べたらすぐ帰らなきゃいけないような感じではなくて、うん、あのゆっくりまったりとして美味しいねっていう感じで、なるほど、料理なんかその昔からあるスタンダードなものから、あ、はいはい、まあ、先ほどのエビフライのような、うん、その、はいはい、思わず写真を撮りたくなるよ、ね、うん、もうバラエティに富んだものを作るように心がけております。料理としては基本的にはイタリアンなんですか？そうですね、イタリアンが軸になってて、美味しいものを食べていただきたいっていうのがあるので、うん、そこはもうそのイタリアンにこだわらずに、はい、うん、進みますよ今日は。2杯目赤ワインが来ました。いただきます。あ、美味しいですね、渋くて、うん、ではこちらもどうぞ。ああ来ました、これは中に肉がたくさん乗ってますけども、はい、自家製の冷製肉の盛り合わせになっております。あ、自家製ですか、はい、え、すごい。手前の方からローストビーフ、うん、鶏ハム、あと、うん、生ハムになっております。あ、生ハムになってるんですね、はい、あ、いや、これはなんかボリュームもあって、はい、ワインにぴったりだと思います。ワインにぴったりだし、はい、なんかこう食べ応えありそうですね、はい、手作りの味って感じがしますね、はい、香ばしいし柔らかいですよね。あ、そうなんです、あの、どうしても強火でガツッとあの火入れちゃうと、どうしてもその肉自体がそのギュッと固まっ硬くなっちゃうんですけど、うん、最初周りを焼きを入れて香りを立てた上で、ええ、あの低い温度でじっくりと入れてあげると、その硬くならずにあの柔らかいままで仕上がります。なるほど、これ手作りとはね、すごい素敵ですね、はい、そちらが鶏ハムになってます。鶏ハムね、はい、あ、初めてかも。ん、これも柔らかいですね。あ、はい、それもあの鶏胸肉はあの低温調理でゆっくりと火を入れております。あ、そうですか。自家製で作ろうと思われた、はい、こだわりって言いますか、結局そのお客様に楽しんでもらうにあたって、うん、あの極力その自分が思ってる状態のもの、うん、味のものを楽しんでいただきたいので、うん、一からも作った方が早いなっていう、あ、はい、もうこれは自分で作るしかないという、はい、うん、ご自身もお酒は飲まれるんですか？そうですね、自分も酒を飲むの でそれに合わせていく時にこうあってほしいっていうそののをこう突き詰めていったらそうなったという感じですね。なるほどね。
っていうことはもう実はすごいいい酒飲みですよね。はい、やっぱりそうです。やっぱりこういうものにこだわるっていうのは、はい、絶対に僕もそうでしたけど、はい、酒を楽しみたいと思わないとできないことですよ。あ、その通りです。一番この3種類のお肉の中で苦労されたのは どれですか。はい、やはりそのローストビーフですかね。これですか。はい、なるほど。その火の入れ方一つでもその、はい、いろいろな角度からこう、はい、いろんなパターンで試していって最終的にたどり着くのが低温調理っていう。はい、じゃあお客さんはやっぱりこれを目当てに来られる。あ、そうですね。はい、あの特に今うちその通販の事業なんかもやってまして、そのローストビーフもその塊で買えたりするんですけど、はいはい、もう本当にもうそれだけを買い求められる方もおりますし、一人で食べる分だが少量だけどとおっしゃられて、その毎週1個ずつお買い求められる方もおりますし、はい、人の胃袋を掴むのが上手ですよね。もうそのためだけに一生懸命頑張ってますね。いやいやいや、とにかく香りがいいですよね。香りがなんかこう手作り感の香りっていうんでしょうかね。これが口の中に広がるのが素敵ですよ。ありがとうございます。これは飲みますね。料理になろうと思われた、はい、なんかきっかけとかあったんですか。きっかけっていうのがその自分がその高校を卒業したと実は全然違う道に進もうとしていて、はいはい、でその時たまたまその住み込みでバイトをしてたところが料理屋さんだったんですけど、その時にその料理を作って出すっていうことに目覚めて、その出した時にそのお客様のその美味しかったありがとうっていう言葉を聞いてから、あ、自分はこれだなっていう、はい、本当にたったその一言から始まった感じですかね。でもやっぱりそれが一番シンプルだけど大事なことですよね。はい、これから先どんな店にしたいというふうに思ってらっしゃいますか。まあ、良くも悪くも今まで通りじゃないんですけど、うん、そのまあ、お客様がそのゆったりと安心して美味しいご飯を食べられる空間を、はい、提供し続けるということと、あ、まあ、いろんなリクエストも来るので、その、まあ、その自分の力量に合わせてできることもどんどんやっていきますし、はい、でそれを踏まえた上でそのこう常にこう誰かが あれ食べに来たよ、これに食べに来たよっていう店にしていけたらなとは思ってます。はい、なんか何でも答えてくれそうですもんね。そうですね。今ですね、この夏に向けて外で露店なんかもやらせていただいたりとか。あ、そうですか。はい、はい、今は会計の方で露店で。その会計ではどんなメニューを考えてお出しになるんですか。その会計の方では、まずピザ、ピザ、はい、あと、ポークスペアリブ、お、はい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 、とあと今の企画しているのが焼きトウモロコシなんかも、はいはいはい、それは夏にぴったりですね。はい、ここからはですね、ゲストをお迎えして楽しくワイワイやりたいと思います。50回というですね、大変な節目を迎える米子ガイナ祭りの企画の中心メンバーをお二人今日はお迎えをしております。じゃあ私の隣から自己紹介でお名前言っていただいたらお願いします。はい、第50回米子ガイナ祭り企画実行本部長、村上大輔です。村上さん、はい、はい、第50回米子ガイナ祭り企画実行本部の藤川純一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。きっと素晴らしいガイナ祭りになると思います。それではまず乾杯をしてからお話を伺います。
じゃあよろしくお願いします。乾杯。よろしくお願いします。乾杯。村上さん、はい、50回という節目の企画本部長というのは受けられた時のお気持ちはどうでしたか？第50回という大変大きな節目 で、ね、自分自身が本当にその大役を担えるのかどうかっていうのがまず一番最初に頭によぎりました。はいはい、なるほど。でもやっぱりこう受けたら受けた以上はっていう気持ちもございますか？そうですね、もう受けて動き出してしまえば、うん、もう腹をくくるしかないのでそうですね、そうですね、はい。でお隣の藤川さんが広報担当ということでよろしいんですか？はい、広報担当というよりかはですね、第50回米子がいな祭り企画実行本部長、うん、村上本部長を支える陰のスタッフという形でございまして、補佐をされていきながらということになるんですか？そうでございますね、はい。この50回の記念すべき大会のテーマは何になってるんですか？はい、今年のこの第50回米子がいな祭り の、はい、テーマ、一般の皆様から、はい、集めさせていただきまして決まったっていうのが、はい、港を出会った奇跡、はい、支えの中走り続けつながる架け橋、というテーマに、今年のがいな祭りは、スタートしたいなというふうに思っております。なるほど。僕たちの世代で第50回という、はい、大変大きな節目の祭りなんですけれども、はい、それより前の第1回から第40回というので、はい、どん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 その、はい、思いが積み重なっていって、うん、今こういった、約半世紀という、はい、節目の年でその集大成が今回の米子がいな祭りかなというふうに思ってます、はい、そうですよね。いろんなコンテンツが生まれてきましたよね。そういう意味では私は実は 7回目くらいだともう忘れましたけど、えらい昔なので、その頃がいな祭りというものが本当にこう青年会議所の皆さんが力を入れて本当に米子の新しい祭りを作ろうと思ってスタートされた時のあの若々しいお祭りが本当に立派な米子の郷土の祭りということにねなってきたっていう実感がすごくあるんですけども、でもやっぱりこのがいな祭りのいいところって私が考えるには参加する祭りなんですよね。そうですね、市民参加型の祭りっていうのをいつもテーマにしてるので、ね、うん、参加したいという気持ちがすごく強いのが米子人ですから、見てるだけでは面白くないというのが米子人の気質だと思うんで、今年の第50回というのは、今までの3年間をどう埋めていけるか、うん、でそしてどう市民の皆さんに楽しんでいただけるかっていうのを、うん、僕たちはそこをまず重点的に考えて、はい、今、運営企画を考えているところですね。企画がもう決まってるわけですよ。はい、はい、まずは、駅前のイベントなんですけれど、はいはい、今年は、まあ、手と手を取り合うっていうので、はいはい、いろんな方に参加をしていただきたいという思いがあって、はい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 、でその中でスポットを当てたのが、障害者スポーツ、はい、で、はい、その中で、ボッチャ、はい、あとは、はいはい、障害者の競技でスラロームってジグザグに車椅子を漕いで進んでいくっていう競技があるんですけれど、そういったところを、まあ、障害のある方はもちろん、はい、車椅子に乗ったことのないような方でも、はい、そういったことを体験できる、体験できる、そういったイベントを考えてますね。で、あとは、米子駅が南北統一っていうのがつながりましたね。そうです。で、それで南側の方では、プロレスを、はい、ちょっとしていただくようにお願いをしてまして、はい、あ、そうか、記念すべき年ですね、そういう意味では南北通路が出来上がるし、はい、なるほど、やっぱ新しい米子が見えてくる年ですよね、そういう意味ではね。そうですね。うん、2日目の花火は今年は何発上げられるんですか？はい、今年は、まあ、
米子ガイナ祭り第50回、はい、というところでございまして、はい、1万発の花火を盛大に上げさせていただこうと思っております。1万発、はい、また広げましたね。はい、ありがとうございます。そうですか。いやー、でも花火はね、すごい人が集まりますからね。そうですね、はい。今回この1万発を上げさせていただく中で、あの末席って特別席を用意しておりまして、そこで、はい、そこで、1万発の花火を間近で見れるというところがございましてですね、はい、で駐車場付きと駐車場がない、末席があるんですけど、例えば駐車場がある、はい、お申し込みをされると、はい、車で、スムーズに、はいはい、混雑せずに花火が見れる位置の近くで、はい、止めれるという。あ、車を止めて。そうなんです。で、まあ、ただそれだけではなく、はい、我々も第50回というところでいろんな、はい、工夫をしておりましてですね、はい、まあ、これは当日、はい、買われた、申し込みされた方が、はい、には、の特典になるんですけど、ちょっといろいろな出し物を、はいはい、考えておりますので、なんか何人かでグループでね、はい、行けばよりなんか盛り上がるような感じがしますね。盛り上がります、はい。お二人一人ずつですね、この50周年の50回の企画の責任者として意気込みを一言ずつお二人に。今年第50回米子ガイナ祭りの村上本部長の思いというものを具現化していくために我々がおります。そしてそれにはやはり米子市民の皆様の元気の一助になればというふうに思っております。当日はですね、本当に良かったと、何かこう元気をもらえたという声を聞くために我々一生懸命頑張っていきますので、それにはまあいろいろな皆様のご協力がなければ成功しませんので、一生懸命それには我々も応えて頑張っていきますので、よろしくお願いいたしますというところでございます。ありがとうございます。やっぱり大変な役で、そして第50回という節目の年ですんで、もう死ぬ覚悟で死ぬ覚悟で、はい、一生懸命やっていきたいと思ってますね、はい、なるほど、はい。私も何度か見せていただきましたけど、花火も終わり、そしてこう皆さんが一斉にこうゴミ拾いをされていく、そして最後の最後に本部長が挨拶をするじゃないですか。あの涙を、やっぱり僕は本当に美しい涙だと思うんですよ。ぜひその涙を流してもらいたいと思います。はい、わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。いや、楽しい酒を飲ませてもらいました。本当に米子の隠れ家に来たような気持ちで、料理がとにかく美味しかったですね。本当に皆さん一回来たらいいと思いますよ。そして今日はゲストをお迎えしましたけども、これから米子を作る人と二人とお話をさせてもらいました。きっとこの50回の米子ガイナ祭りは大成功すると思いました。それではまた、私は飲みたいと思います。